んにちは。お元気ですか？おはようございます。こんにちは。こんばんは。ポネヤです。デトロイト実況パート12始めていきたいと思います。なんと実は今日3本撮り10、11、12、この12と続けて撮ってますね。もうやり始めたらやめられない、止まらない、っていうやつですねもう気になっちゃって気になっちゃって、とりあえずみんなね、一人ずつのストーリーしたいなって思っちゃって、もうそのまま続けて撮ってますあげるのはどうなってるんだろうと思いながら、で今回はコナね、カーラの時に見たのは見たんだけど、ちょっと操作はしたけど、ケボと和解する、どういうこと？喧嘩してたの？そこ喧嘩してたのじゃないか、大体喧嘩してるか大体喧嘩してるというか、もうあれじゃ、飲み物こぼした時からダメだった。でバスケットの試合もね、途中で中断させてたし。それで前回給料1週間分すられたの覚えてるか？おい、今回は違うって、うん、俺が 100% 保証してやるよ、間違いねえ。だ誰？ヘドロ、ペドロ、アブダール。詐欺したって。これ何？ C60 デトロイト食品衛生認可。降りてるんだ一応ね。お、ハンク・アンダーソン警部補。ずいぶん写真と違うからな。これ誰？ゲイリー・ゲイズ。犯罪歴、逮捕抵抗、衛生規定の違反。なんか今さ、左下のそのゲイリー・ケイズのところの左のところに鍵かかってるのがあったってことは、今までになんか知らしてたらこの人の情報も出てたっていうことなのかな。なるほど、わかった、乗るよ。乗っちゃった。なあ、後悔させねえって。絶対後悔するよ。ったく何なんだ、人の言うこと聞きやしねえ。金魚の糞みてえに俺についてくんなついてくのがお仕事です。昨日の謝罪。署での私の行動についてお詫びしたかったんです。あんなことを言うつもりでは。おいおい、お前ごますり謝罪プログラムまでついてんのかよ最近のサイバーライフってのは気が利くねえ。ご、署でなんか言ったっけそれ私が忘れてる。ちょっと気になる。カロリーとか出んのかな。 XL サイズのソーダ710キロカロリー、砂糖 184g、 炭酸パイナップルパッションこれダイエットの敵ですでハンバーガー1680キロカロリー、脂質 36g、 炭水化物 53g、 水分 53%、 塩分 2.2g。 こらこれは食べてはいけませんよ。まあありがとうよ、腹ペコだ。そこお腹空いてるんだったらしょうね。ああ心配すんな、俺にべっとりなんだ。そうやで、ね、あでも和解なんだ。目的は若い。なん、そんな。分けて。あ。どうしよう、友人。こんなことは言いたくないんですが、あなたのお友達は違法行為に手を染めているようです。あ、さっきの人だね。みんな生きるために必死なんだよ。
迷惑かけてなきゃ別にいいのか。これちょっとコレステロールの話。その食事のカロリーは1日の推奨摂取量の 1.4 倍ですよ。それにコレステロールも2倍です。おすすめできません。どうせいつかは死ぬんだそうね、食べたいもん食べなきゃそれはもう、あ、なんか自分について、私について知りたいことはあるわけ。いや、ある。お、何？なんでお前はそんな間抜けな見た目と声にされたんだ。アンドロイドは人間と共存できるようデザインされています私の声と容姿は社会に溶け込めるようデザインされています。そういう説明までできるんだ。いや、失敗だな。どうして？個人的なことを聞いてもいいですか？なぜそんなにアンドロイドを嫌うんですか？そう、嫌われたくないよ、私も。私もこない。いろいろ訳ありでね。訳ありなんだ。変異体の情報を共有しておきましょう。そりゃ助かるね。どうぞ。彼らは機体のソフトウェアに発現した何らかの変異に誘引され、人間の感情を模倣し始めるんです。分かる言葉で言ってくれ。実際には感情ではありません。非合理的な指示に制圧されたことで、非合理的な指示、予期せぬ行動を引き起こしているんです。感情ってのは厄介なもんさ。俺たちはそう違わないのかもな。そうだよ、うん、案外前も変異体の操作を今そうだ、今ね、コントローラーで動かしてるけど、思い出した。数ヶ月前、ある変異体が屋上で少女を人質に取ったんです。少女は私が救った。まあどうせお前のことだから俺のこと調べ上げてんだろ。だけどあんま知らないよ私。まあ本当に、あなたは学校を首席で卒業し、事件で名を挙げデトロイトで最年少の警部補に昇進しました。それは知ってた。ですが、あなたはここ数年の間に幾度も懲戒処分を受け、バーに入り浸るようになった。数年で。だから何だってんだ。心に訴えかけよう。あなたはベテランの刑事ですし、信用を得たいと思っています。協力し合えば必ず事件を解決できるはずです。なんだろう。今新しい事件の報告が入りました。更新したんだ。このすぐ先です。見に行きませんか。それではごゆっくり。私は車で待っています。これで仲直りできたんだろうか。結構だけどあれだね、まだ鍵かかってるのがいっぱいあるから、あんまりしてないんだろうな私。バッテリーでも切れたか。すみません、サイバーライフに報告していました。止まっちゃってたの？お前ずっとエレベーターにいるつもりか？いえ、行きます。なんかしら、コナーもコナーで、あれなのかな。で、男の情報は？あまり。なんか近所の住人から妙な物音。へえ。部屋から聞こえていたと報告が。空き家のはずなんですが、ただ LED を帽子で隠した男の目撃情報があります。あったく人手がもうさ、羽根カワラバット足りないってのに、いちいち物音がしたってだけで操作してられるか、うん、お前本当にエレベーターで報告を送ってたのか。目を閉じるだけで。そうです。へえ、ハモっちゃった、ハモっちゃった一緒にハモっちゃった。ハンクとコンコン、いないです。ノックしよう。おーい、すみません、開けろ、デトロイト死刑だ。下がってろ。はい。すごい、かっこいい。さあサポートするんだ。
サポートするんだって言ってもあんまり行きすぎたらね死んじゃいそうで、どっちが死んで、どういう感じなんだろう。下がってるって言ってたもんな。怖い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 。ここの中とかないの？ちょっと見えない。すっげえ、すっげえしてるけど見えない。違うのか。ちょっと見えない。カメラ？おお。羽。くそ、なんなんだこりゃ。ああ、たくひいて匂いだ、畜生。ついてったらいいのかな。とんだ無駄足み。アパートを調べる。結構なんかいろいろあるね。文字が出ないね。みたいだな。もぬけの殻だ。アパートを調べる。容疑者が変異体か調べる。騒音の原因を調べる。さあ調べてくださいから。なんでこんなに鳩がいっぱいいるの？見えないね。何を見てたんだろう今。そこ UFD って書いてあるとこ。三角都市農園のポスター。へえ。まあだけど本当農業やるのが一番いいんじゃないのかな。最近剥がされた後。へえ。それがあれになるんだね。鍵の裏に隠してるのがあるっていうことか。最近剥がした後っていうの。なるほどな。いい気が詰まるぜ。見る。これ見てもわかんないよ。結構指紋みたいな柄が。なんかあったか。ええ、多分ノートのよう。ノート、そこの写真とか調べらんないんだ。あ、ですが、行こうか。ただ判読できない。ほい、冷蔵庫を開ける。さあ何か食べ物はあるかな。食事をとっていない。なるほど。でアンドロイドかもしれないっていう話になるのか。野生の動物に興味を持っていた。こことそこといっぱいあるな。この壁もさ、さっきの本に書かれてたようなやつがいっぱいあるんだけど、これはまた違うの？なんだろう。ミリタリージャケット。RT、イニシャルでしょ。イニシャル。ジャケットに自分のイニシャル。それ幼稚園じゃあるまいし。会話をちょいちょいこのスキャンでぶった切ってごめんなさい。これ何？サンプルを取る。ブルーブラッド。シンクに LED が。やっぱりな、そりゃそうだろう。ハトと暮らせるなんて人間じゃない。これまたこれだよ。カーラの時のあの人もこれ書いてたもんね。これはどういう意味だ。 RA9 2471箇所も壁に書かれています。すごいよくわかるな。オービスのアンドロイドが浴室に書いたものと同じだ。そう。なぜこんなに取り憑かれたように。これはまるで迷路みたいだな。椅子が倒れてるのを見て分析する。
蓋の開いたマーカーペン、まだ湿ってる。木製の椅子、再現。最近までここにいた？あ、落ちてドーンと音が鳴ったってこと？はあはあ。紙の本で俺以外にもこんなの持ってるやつがいたとはな。電子書籍ってやつは紙の匂いもかる。これもまた調べられるの。ページも色褪せないだろ。お前には理解できないんだろうな。めっちゃ語ってるけどごめんなさい。めっちゃ真剣に探してるよ私。紙の本、私もあれだよ。指紋、最近のもの、電子書籍はほぼっていうかない。鉄のフック使ったことがない。紙、いつも紙。なんか紙の方が読みやすいんだよな。あんまスマホもそんなに見る方じゃないし。どっから飛んできた？そっから飛んできた。ぶつかって落ちたんだ。玄関の方に逃げようとして落ちた。で、だけど玄関から入ってきたんだよ私たちが。侵入に気がついた。そうして、まだここにいる。あっち行け言ってるけど、まだこの辺とか調べてないけど。鳥の餌？クレジットカード？フェイク ID？ 偽造の運転免許ですね。そうか、中国。もう調べたでしょ。あったな。私は諦めない。この上にいるはずだ。おう。だが本当にムカつく鳩だぜ。何ボケっとしてる奴追え。ごめんごめん。おお、難しいよ。いきなりボタン押さなきゃいけない。パーパーパー、間違えた。合ってた？どこ行った、どこ行った。あ、ボタン操作しなきゃいけなかったんだ。お、向こうだって、向こう。頑張れ頑張れ。 R2。 どっち？よくわかんない。どういう操作したらいいの？バランスと、どこどこ。わかんない。どうやって選択するの？安全な。危ない。わかんないわかんない。どういうことだよ。はい、バツ。ほい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 。よくわかんない。どうなってるの、どうなってんの。どこに、あ、いた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 。とにかく前にスティックを押してるけど。どうしたらいいの？ R2 スキャン。連打連打。よいしょ。おう。
まる、おー、ごめんごめん、おやじちゃんごめん、おい、捕まえなきゃなんないんだ。おー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 、デジャー、おいおい、怖い怖い、すごいな、ちょ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 、冗談きついぜ、ほんまやで、ちょっと、おいおい、すごいな、人間にはできない、この追いかけ合い、追いかけっこ、すごいな。だけどなんかあれだよね、海外でこういう競技があるよね。どうやって選ぶのこれ、結局よくわかんないな、難しい難しい、いよいよ、おおハンク、ハンク不幸、おじいちゃん、くそ、まあ、ちくしょう、もう少しで、くそ、私のせいです、もっと急いでいれば、俺が足引っ張ったんだよ、まあいい、顔は分かった、顔分かった、見つかるさ、どこに逃げたんだ、おい、こら、うん、なんでもない、なんでもない、なんなんだ、何、どうやったらあれをどっち行くとか選べるのか全く分かんなかったあれだな、操作が分からないっていうのがちょっとダメだね、操作なんとかしなきゃ、あのほら結構さ見て、日記を見つける、何個かやっぱりあの部屋を入る前にね、あの走り書きを見るとか、あそこ入る前に何個か見なきゃいけなかったのがあったっぽいね。あ、ここハニー調べるってある、ハンクについてく、ハンクと話さないパターンもあるのこれコレステロール、あ、またあれだ、全世界の選択、さっきも見んの忘れてたんじゃない、もしかして、ああ、やってしまった。今気づいた。ねえ。コレステロールの注意する人はあんまりいないんだ。ハンクに真実は伝えても。ええー。羽も、あれなんだね。84%。走り書き 99%。そら、こう見つけないと次に進めないもんね。ルパートを見つけないっていう、これ、あれかな。アパート操作して、追い詰める、なんだ、鍵がここ2個入ってる、逃げられた、なるほど、あれだね、私相棒シリーズ好きなんだけどああいう風なデコボココンビみたいになってくのかな、ねえ、アンドロイドのことをねえ嫌ってるけど、ハンク、ね、その理由はまだねえ何か分かってないけど、これからコナンと一緒にこうやってこの事件をねえ追ってるうちに、そういう話とかもしてくれるのかな。で、それがきっかけでコナンも影響受けて、まあ変異だったりとかそういうのが出てくるのかな。まあプロトタイプだからあんまりないのかもしれないけど、そういうのが気になります。そんなところで、終わりにしたいと思います。デトロイト実況パート12、ご視聴いただき
ありがとうございました。ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いできたら嬉しいです。ぽのやでした。バイバイ。あなたたちは逃亡者。君。